風のお城。今日はみんなでお出かけです。ペッパ、ジョージ、今日はみんなで風のお城に行くぞ。風のお城って何？高い丘の上にあるお城だよ。ジョージはお城が大好き。風のお城って女の子には楽しくなさそう。いや、きっと気に入るよ。お城のてっぺんからは遠くまで見渡せる。グランパたちのお家も見えるぞ。うわ、早く行こう。ダディが地図を見て、マミーが運転する。大丈夫、ダディピーク。あなたいつも道に迷うし、イライラするでしょ。迷ったりしないし、イライラしたりもしないよ。では、風のお城に出発。ねえ、まだ着かないの？まだまだだ。ゲームでもしようか。うん、やりたい。じゃあ、アイスパイゲームがいい。よし、ダディから行くね。ダディピックが何かを見てヒントを出し、みんなはそれが何かを当てます。ダディが見っけ、それは赤い色をしています。赤？私の服、これ赤だよ。違う、ペッパの服じゃないよ。うん、車だ。大当たり、赤い車だ。次は私、行くよ。ペッパが見っけ、それは青いものです。ジョージの青いシャツ。違う。それは車の中にあるもの？違う、降参。降参だ。お空、青いお空だよ。私の勝ち。ダディピッグ、今どこかわかる？もちろんわかってるよ。わかってはいるけど、この道路なんだか地図と違ってるみたいで。やだ、ダディピッグ、迷ったのね。迷ってはいないよ。じゃあここからどうやって風のお城に行くの？ちょっと待ってよ。そうだわ、グランパたちに電話しましょう。グランパたちに電話なんかしなくても大丈夫。夜までかかっても絶対にたどり着く。夜になったら困るのよ。もしもし、こちらグランパピッグです。グランパピッグ、風のお城へ行こうとして迷ってるんです。ダディピッグに地図を任せたんだら。ダディピッグが地図を見てます。それで今イライラしてて。イライラなんかしてない。風のお城への行き方だがな、お城が見えてくるまで大通りをそのまま進めばいいんだよ。ありがとう、グランパピッグ。お城が見えてくるまで大通りを進むわよ。だと思ったよ。見て、あれがお城？そうだよ、あれが風のお城だ。さあ、登るわよ。赤い車さん、頑張って。やったー！ペッパたちが風のお城に着きました。うわ、とっても高いね。中へ入ろう、てっぺんからの眺めは最高だぞ。わあ、素敵な眺めね。マミー、あれがグランパたちのお家？そうよ。すごく遠いんだね。よし、望遠鏡を覗いてみよう。一番に見てもいい？いいけど、ジョージにも見せてあげるんだぞ。わあ。望遠鏡だと近くに見えます。グランマとグランパが見えるよ。見て、ジョージ。ジョージがグランパたちに手を振っています。ジョージったら。グランパたちは遠くにいるの、見えるわけないよ。そうだ、電話してみましょう。もしもし、グランパピーク、今風のお城からそちらを見てるんです。手を振って。グランマとグランパが手を振ってる。風のお城大好き。暑い夏の日、太陽が照りつけて今日は暑くなりました。よく晴れて暑いわね。ペッパとジョージは長靴を履いてドロンコの水たまりへ。ドロンコの水たまり大好き。あれ？おやおや、日差しが強いので水たまりが乾いてしまいました。マミー、ダディ、水たまりが全部乾いちゃって飛び込めないの。大丈夫よ、ペッパ、
今日は暑いから代わりにビニールプールで遊べばいいわ。やったビニールプール。それじゃまずは水着に着替えないとね。はいムミ。ペッパとジョージが水着を着てきました。マミーピックも水着を着ています。そしてダディピックも水着を着ています。日差しが強いから日焼け止めを塗りましょう。ベタベタして気持ち悪い。それくらい我慢しないと。そうよ、今日はみんな日焼け止めが必要ね。行こうジョージ。ビニールプールに空気を入れるぞ。ダディピックが空気を入れます。朝飯前だよ。ペッパがホースを構えるとマミーピックが蛇口をひねります。お水が出ないよ。ペッパとジョージはビニールプールが大好きです。アイスクリームはいかが？ミスラビットのアイスクリーム屋さんだ。アイスはいかが？暑い時期ミスラビットはアイスクリームを売っています。マミーダディ、アイスクリームを食べてもいい？そうね、今日はとっても暑いから食べてもいいわよ。やったダディの分も頼んだよ。みんなアイスクリームが大好き。こんにちはマミーピックとペッパにジョージ。どうもミスラビット。どのアイスクリームにする？じゃあコーンに乗ってるのをください。はい、どうぞペッパ。ありがとう。じゃあ私とダディの分もコーンでお願いします。さてジョージ君はどれがいいのかな？ダイナソー。ダイナソー？ジョージったら、ジョージは何にでもダイナソーって言うんです。そう、ちょうどよかったわ。ダイナソーの形のアイスキャンディーがあるのよ。ダイナソーガウ。ジョージ、溶けちゃうから早く食べなさいね。ダイナソー。ダイナソーのアイスキャンディーが気に入ったジョージは食べようとしません。ありがとうミスラビット。夏を楽しんで。ジョージ、早く食べないとダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落っこちちゃうわよ。おやおや、ダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落ちてしまいました。泣かないでジョージ、ダディの分けてもらいなさい。きっといいよって言ってくれるわ。暑い中ダディピックは眠ってしまいました。ダディピック暑そうね。お水をかけて冷やしてあげようよ。それがいいわね、ペッパ。うわぁ、なんだなんだ。赤い顔して暑そうだったからお水をかけてあげたの。ああ、そうか、ありがとうペッパ。見て、水たまりができてる。いくよ、ジョージ、長靴を履いてこよう。ペッパとジョージが長靴を履いてきました。二人が何よりも好きなのはやっぱり水たまりで飛び跳ねることです。マミーはお仕事中。マミーピックはコンピューターでお仕事中。ダディピックはランチのスープを作っています。お仕事してるの見ててもいい？見てもいいけど邪魔しちゃダメだぞ。マミーは大事なお仕事で忙しいんだ。わかった、ダディ。マミーは大事なお仕事で大忙しです。マミー、ジョージと一緒にお膝に座ってお仕事見ててもいい？いいわよ、でもおとなしく座ってて。二人はお仕事するマミーを見ているのが大好きなのです。マミー、ハッピー
ミセスチキンのゲームしていい？ゲームは後でやりましょうね。今はマミーお仕事しないと。マミー、なら私もお手伝いする？やめてペッパ、コンピューターに触っちゃいけません。ジョージもね、コンピューターには絶対触っちゃダメよ。そうだよジョージ、こうしちゃダメだからね。ペッパやめて。ごめんなさい、ジョージにこうしちゃダメって教えようと思ったの。なんとコンピューターが動かなくなってしまいました。ねえダディ来て。ダディピッグ、どうしたんだいマミーピッグ。ねえダディピッグ、このコンピューター直せる？いや、ランチの準備は私がするからお願い。ああ、わかった、やってみるよマミーピッグ。でもこういうのあんまり得意じゃなくて。ありがとう、よろしくね。ダディピッグがコンピューターを修理することになりました。まずはスイッチを切ってみるか。そしてもう一度オンにしてみよう。ダディピックが見事にコンピューターを直しました。やったねダディ。ああダディ、こういうの結構得意みたいだ。ダディ、コンピューターでハッピーミセスチキンのゲームしていい？それはマミーに聞いてごらん。マミーは後でやってもいいって言ってた。それならいいぞ。でもディスクはどこにあるんだろう。わーい。今度は私の番ね。よし、今度はダディの番だ。一体何をしてるのかしら。どうやらコンピューターは治ったみたいね。大嵐。今日はとってもいいお天気。ペッパとジョージはお庭でピクニックです。はい、オレンジジュースよダディ。なんて言うんだっけ。どうもありがとうペッパ。どういたしましてテディ。はい、オレンジジュースよミスターダイナソー。なんて言うんだっけ。ガウー。どういたしましてミスターダイナソー。テディとミスターダイナソーもクッキー食べる？お腹空いてないから。ペッパとジョージで全部食べていいよ。ありがとうテディ。今のは何の音でしょう。ペッパ、ジョージ、急いでお家に入りなさい。マミ、今の大きな音は何？雷の音よ。この音がしたら嵐が来てたくさん雨が降るの。早く雨が降る前にお家に入って。焦らなくて大丈夫だよ。雨雲はまだまだ遠い。空はどんどん暗くなっていきます。嵐がやってくるのです。ペッパ、ジョージ、お庭におもちゃを置いてこなかった？
ダイナソー。よかった、ミスターダイナソーは大丈夫ね。テディ、テディをお庭に置いてきちゃった。雨で濡れちゃう。大丈夫だよペッパー、ダディが助けに行ってくる。じゃあ急いでダディピック、今にも雨が降り出しそう。嵐のことならよくわかってるよ、まだしばらくは降らない。ほらやっぱり、まだ当分雨は降らない。テディかわいそう、びしょびしょになっちゃった。ほんとかわいそうね、乾かしてあげましょう。テディかわいそう。もう大丈夫、乾いたわよ。あ、くせ、ダディはかわいそうじゃないのか。すっかりびしょ濡れだよ。あら、ごめんなさいダディピッグ、すぐ乾かしてあげる。はい、いいわよダディピッグ、すっかり乾いたわ。お家の中にも雨が降ってる。床が濡れちゃうよ。大変、どうしましょうダディピッグ。心配ないよ。ダディピッグは床にバケツを置きました。さすがねダディピッグ。朝飯前だよ。なんだ。急いで、その下にも何か入れ物を置きましょう。えらいぞペッパー、朝飯前だよ。ラミ、今の雷すっごい音だった。2人とも怖がらなくても大丈夫だよ。光ってから音がするまで数を数えましょう。数がたくさんなほど雷が遠くへ行ってるってことだ。1、2、3。今のは3だ。1、2、3、4、5。今度は5だ。さっきより雷が遠くなった。嵐はもうおしまいね。やったー。嵐で庭には泥んこの水たまりができました。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。私嵐って大好き。泥んこの水たまりができるんだもん。パシッ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 。博物館。ペッパたちは博物館にやってきました。博物館って何？とっても古くて面白いものがたくさん並んでる場所だよ。ダディより古いの？ああ、ダディより古いものばかりだ。じゃあすっごく古いね。昔のキングとクイーンが使っていたものが見られるお部屋もあるのよ。キングとクイーンのお部屋見たい。他の部屋では本物のダイナソーも見られるぞ。わあ、ダイナソーが。あらマミピック、どうもミスラビット、チケットは何枚いるかしら。大人2枚に子供2枚。ダイナソーゴー。それとダイナソー1枚。ペッパは昔のキングとクイーンのものが見たいようです。うわあ、ダイナソー。でもジョージが見たいのは本物のダイナソー。泣かないでジョージ、すぐにダイナソーを見られるわよ。ペッパ、ここにあるのはみんな昔のクイーンが使っていたものよ。これはクイーンの特別な椅子、玉座って呼ばれているのよ。とっても綺麗だね。これはクイーンのドレス、すっごく素敵だね。ほら見てペッパ、これはクイーンの黄金の王冠よ。キラキラしてる。マミ、クイーンのテレビはどこにあるの？昔テレビはなかったのよ。テレビなかったの？
でもコンピューターはあったんでしょ？ないわよ。昔はコンピューターもなかったの。じゃあみんなは何をしてたの？マミー、もし私がクイーンだったら好きなだけケーキを食べられるんだよね。ペッパは想像してみました。うん、おいしかった。他に何かいりますか、クイーンペッパ？そうね、ケーキのおかわりを。はい、ただいま。さあ、ほら行くぞ。ちょっと待って。ダディ、私はクイーンよ。お辞儀をしてからお話ししてね。ああ、これは失礼いたしました、クイーン。何をしてる人？あなたのダディです。ふん、それ面白そうね。はい、とっても面白いですよ。で、この部屋は何？ここはなんとダイナソーの部屋だよ。ダイナソーの部屋？ジョージ、ダイナソーの部屋だって。ダイナソー、ダイナソーはどこにいるの？この部屋のどこかにいるよ。見えないみたい。すっごくちっちゃいのかな。それがね、ペッパ、ものすごく大きいんだ。うわ、すごいだろう。これは本物のダイナソーの骨なんだよ。ダイナソーガージョージはダイナソーになった自分を想像しました。ガーガーキャー、ダイナソーが来る、助けて助けて。ガーガーガーこのダイナソーのお部屋はジョージの一番のお気に入りね。私のお気に入りはキングとクイーンのお部屋だよ。どうやらダディピッグもお気に入りのお部屋を見つけたみたいよ。それってどんなお部屋なの？ケーキが食べられるお部屋よ。ダディピッグのお気に入りは館内にあるカフェです。ほら座って。ほんとだね、とっても素敵なお部屋。ダディのメガネ。ダディピックはメガネをかけています。目が良くないので、物がはっきり見えないのです。メガネをかけると、どんなものでもはっきりと見えます。でも、メガネを外すと、ぼやけてしまいます。何もかもがぼんやりとしか見えません。ダディピッグにとって、メガネはとても大切なものです。時々ダディピッグはメガネをなくします。ペッパー、ジョージ、ダディピッグのメガネを見なかった？見つからないんですって。見てないよ。ペッパもジョージもメガネがどこにあるか知りません。困ったわね。ダディピッグはメガネがないとよく見えないからイライラしちゃってるの。メガネがないのでダディピッグは新聞が読めません。いやはや参ったな。これじゃよく見えないや。誰がダディのメガネを持って行ったんだ？最後に外したのはどこだったか覚えてる？外したメガネは必ずポケットにしまうんだよ。なのに入ってないんだ。ダディ、私たちが探すの手伝うよ。それがいいわ、ペッパ。メガネを見つけてあげればダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。なーい。きっと2階だよ、ダディたちのお部屋。
ミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。わあ。面白くないでしょ。枕の下を見てみますが、ダディピッグのメガネはありません。あれ？ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にも、ない。トイレの中にもありません。あれ？見つからないね。ダディピッグのメガネを見つけることはできませんでした。お部屋中探したけど、どこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった。ダディのメガネ。ダディピッグ、あなたのお尻の下にあったのね。なんと。ダディったら。なんでこんなところに？ほんと不思議よね。ダディピッグったら人騒がせなんだから、とにかくイライラが収まってよかったわ。イライラなんかしてない。今日はいいお天気。ペッパとジョージが自転車に乗っています。立派なカボチャね、ダディピッグ。ダディピッグは鼻高々です。カボチャだけはうまく育てられる。パンプキンパイが大好きだからかな。ジョージ早く。ダニー、スージー、レベッカ。ペッパの友達、犬のダニー、羊のスージー、ウサギのレベッカも自転車に乗っています。ようやくジョージが追いつきました。ジョージは漕ぐのが遅いの。あのカボチャのところまで競争しよう。競争してもいいけど、ダディのカボチャにぶつからないように気をつけてね。カボチャが潰れたらダディが悲しむから。大丈夫だよペッパ、競争だ。ダディピッグのカボチャまで競争スタートです。おい、カボチャに気をつけて。やったペッパ、危ない。カボチャにぶつかるわ。ごめんなさい。ねえ見て、ジョージがやってきたよ。ジョージの自転車は赤ちゃん用だもんね。ペッパの自転車だってそうだろ。まだ補助輪がついてるじゃないか。私はもう補助輪いらないの。ねえ、私もよ。僕も。丘の上へ戻ろう。ペッパも一緒に来る？うん、私はここにいる。ねえ、じゃあまたね。じゃあね。ペッパは補助輪がなければいいのにと思いました。ダディ、私も補助輪はいらないよ。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ、じゃあ早速外そう。ダディピッグはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。わ面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願いダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよペッパ、その調子。押さえててね。そのまま来いで。
ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。ははは、さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい、補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。ほらね、やったね。あのカボチャまで競争よ。わーい、ペッパ、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパは前を見ていません。おやおや、ペッパはダディピックのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさい、ダディ。カボチャのことより、ペッパが怪我しなくてよかったよ。今度からはちゃんと前を見て乗るんだぞ。はい、ダディ、約束します。よし。さてと、見事に割れたことだし、これでパンプキンパイを作ろう。パンプキンパイ大好き。ダディピッグのかぼちゃはこんなに大きいからたくさん作れるわ。みんなで食べましょう。やったテディとピクニック。今日は家族みんなでお出かけ。ダディがピクニックの用意をしました。ペッパ、ジョージ、もう準備はできた？できたよ。テディを連れてくの。ダイナソー、連れて行ってもいいけど、ちゃんと面倒見てね。はい、マミー。準備はいいかな？はい、ダディピッグ。それじゃあ、出発。ダイナソー。ジョージはダイナソーを置いてきてしまいました。まあ、ジョージ、もっとダイナソーのこと大切にしてあげないとね。ダイナソー、みんな今度こそ準備はいいかな？本当に忘れ物はないかな？はい、ダディピッグ。ダディ、ダディ置いてきちゃった。どこに置いてきたと思う？多分、キッチンのテーブルの上。ペッパー、ちゃんとテディの面倒を見なさい。テディ。それじゃあもう一度、みんないいかい？はい、ダディピッグ。出発だ。ピクニック場に着きました。着いたぞ。わあ、ここでのピクニックは最高だ。とっても静かで心が安らぐ。シマウマのゾーイとそのパパ、郵便局のゼブラさんです。こんにちは、ゼブラさん。郵便を届けに来たの？いや、配達に来たんじゃないんだよ。今日はお休みなんだ。だからパパとピクニックに来たの。私たちも。そういうことならみんなでピクニックしましょう。わーい。なんて楽しいピクニックでしょう。ねえ、ジョージとゾーイと一緒に遊んできてもいい？いいわよ、ペッパ。ゾーイ、私テディを連れてきたよ。私はモンキーを連れてきたよ。ウホウホ。ダイナソー、ゴー。私、おもちゃのピクニックセットも持ってきたからピクニックごっこしようよ。あ、アヒルさんだ。ピクニックしてるといっつもアヒルさんが来るんだ。それじゃあこれオレンジジュースね。オッケー、じゃあこれはケーキね。はい、これはケーキです。とってもおいしいのよ。アヒルさんたち、おままごとのケーキはいらないようです。いらないのね。じゃあケーキはモンキーやダイナソーにあげちゃう。テディもどうぞ。うん、おいしい。うほうほ、モンキーがね、こんなにおいしいケーキ初めてだって。ペッパー、ジョージ、もう帰りますよ。じゃあね、ゾイ。じゃあね。みんないいかな？はい、ダディピッグ。それじゃあゾイ、私たちも帰ろうか。はい、パパ。カップに、お皿に、モンキーに、テディ。あれ、テディったらなんでいるの？ペッパはまたテディを置いてきてしまったようです。ペッパたちはお家に着きました。はあ、
たくさん運転して疲れたよ。少し休もうかな。横になってテレビでも見て。テディを置いてきちゃった。ペッパったら、またダディが運転して取りに戻らないといけないじゃないの。じゃあ行ってくるよ。郵便局のゼブラさんだ。どうもゼブラさん、今日はお休みでは？ええ、そうなんですけどね、ゾーイがペッパピッグさんに特別なお届け物があるというもんでね。はい、これペッパに。なんだろう。テディだ。ペッパがテディを置いていったから私たちが連れて帰ったの。ありがとうゾーイ。今日はテディは大冒険をしたみたいね。でもペッパ、もっとちゃんと面倒を見てあげないとダメよ。はいマミ。テディなんていけない子なの。一人お出かけしちゃダメでしょ。もうしないって約束よ。ごめんなさいペッパ、もうしません。クロエの人形劇。今日はアンクルピッグとアンティーピッグ、いとこのクロエの家に行きます。きっと今日もアンクルピッグはランチを食べた後に居眠りするんだろうな。ダディピッグ、自分のお兄さんをそんな風に言わないの。それに子供たちの前よ。本当のことだろ。アンクルピッグはいつもランチを食べ過ぎて居眠りするんだ。こんな風にいびきをかいてね。なあペッパ、ジョージ、今ダディが言ったことは内緒だぞ。はいダディ。アンクルピッグとアンティピッグの家に着きました。アンティピッグ、アンクルピッグ、いらっしゃい。みんなよく来たね。いや元気かい兄さん。アンクルピッグはダディピッグのお兄さんで、クロエはペッパとジョージのいとこです。こんにちはクロエ。こんにちはペッパにジョージ。見せたいものがあるんだ。待って待って見て、これ人形劇のステージよ。うちのパパが作ってくれたの。うわぁ。お人形は私が作ったの。このお人形はクロエよ。こんにちは、私はクロエピック。でこっちは私のパパ、アンクルピック。やあペッパ、私はアンクルピックだ。クロエ、私たちもお人形さんを作ってもいい？いいよ。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私はペッパよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの？ダイナソー。え、ダイナソー？ジョージはね、いつでも何でもダイナソーっていうの。わかった、怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた、怖いダイナソーだよ。ガーみんなランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。わーい。アンティピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵、用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。こんにちは、私はクロエ。私はペッパよ。ガー。キャー。ダイナソーよ。怖いダイナソーよ。キャー。ガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラーボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。やあペッパ、ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。アンクルピック、これから居眠りをするんでしょ。それでいびきをかくんだよね。どういう意味だい？ダディが言ってたの。アンクルピックはいつもこんな風にいびきをかくって。
ほうほう、あ、その通り、いつもこうなんだよ。もうダディピッグ、あなたがあんなこと言うからよ。ダディピッグもアンクルピッグも聞いてないみたい。ダディピッグとアンクルピッグは居眠り中。本当によく似てること。ん、どうなった？ん、人形劇はいつになったら始まるんだ？パンチェッティ、ティータイム。マミーピッグから嬉しいサプライズです。今日はパンケーキを作るわね。パンケーキか、おいしいんだよな。パンケーキ大好き。みんなパンケーキが大好きです。パンケーキをひっくり返すのは得意なんだ、任せておいて。本当に大丈夫？この前はパンケーキを床に落としてイライラしてたけど。イライラなんかしてないよ、フライパンの調子が悪かったんだ。マミ、パンケーキ作るのお手伝いしてもいい？それじゃあ一緒に生地を作りましょう。まずボウルに小麦粉を入れるわね。次に卵、牛乳を入れてよくかき混ぜるの。マミ、かき混ぜていい？ええ、いいわよペッパ。ペッパはかき混ぜるのが大好き。ジョージもかき混ぜたいようです。ジョージ、こうやるのよ。はい、それぐらいでいいわよ。マミーがパンケーキを焼くから座って待っててね。マミーピッグがパンケーキをひっくり返します。すごい。もっと高く放り上げなきゃ。じゃあ自分の分を焼くときにやってみせて、ダディピッグ。1枚目はジョージの分。マミーピッグがパンケーキにシロップをかけます。おいしいね。これはペッパの分です。すごい。もうちょっと高く放り上げないと。だったら自分の分を焼くときにやってみせてちょうだい、ダディピッグ。シロップかけて。うん、おいしい。これはマミーピッグの分。すごい。まだまだ、もうちょっと高く放り上げなきゃ。次はダディピッグの分だから、どうやればいいのかやってみせてちょうだい。とってもおいしい。みんなよく見てろよ。パンケーキをひっくり返すときは高く放り上げるのがコツだ。1、2、3、それ。ダディったら。ああ、ちょっと高すぎたみたいだね。あら、まあ大変。最後のパンケーキだったのに。取ればいいんだろ、取れば。おやおや、パンケーキに手が届きません。大丈夫よダディピッグ、私たちが取ってあげる。さあ2階に行きましょう。こっちよ。一体何をするつもりなのでしょう。じゃあいい？ 1、2、3でみんな一緒に飛び跳ねるわよ。1、2、3、ジャンプ。何をやってるんだろう。大成功。パンケーキが落ちてきました。ダディの顔になってるよ。ダディピッグ、シロップかける？ああ、頼むよ。1、2、3、それ。
こりゃおいしいね。マミーピックのお誕生日。今日はマミーピックのお誕生日。ダディがマミーの朝ごはんを運んできました。誕生日おめでとう、マミーピック。ペッパとジョージはマミーにバースデーカードを書きました。お誕生日おめでとう、マミー。まあ、なんて素敵なお誕生日のサプライズなの。もっとサプライズが待ってるぞ。まずは朝ごはんを楽しんで。じゃあごゆっくり。おいしそう。急ごう、まだやることがいっぱいあるんだ。ダディがマミーのために作ったバースデーケーキです。あとはキャンドルを立てるだけだ。ワン、ツー。ごちそうさま。マミーピックは朝ごはんを食べ終わりました。マミーが来ちゃうよ。困ったな、まだ用意できてない。どちら様。マミーよ、入ってもいい。ダメダメ。内緒で何かやってるみたいね。いや別に何もやってないよ。でも入ってこないで。わかりました。マミーピッグ、リビングでのんびり休んだらどうだい。それは良さそうね。今日はお誕生日なんだから。大丈夫よペッパ、リビングの場所ならわかってるから。はい、雑誌を読んでてね。ありがとうペッパ。あと素敵な音楽も。ありがとうペッパ。マミーの年と同じ数のキャンドルを立てないとな。ワン、ツー、スリー。困ったな、キャンドルが全然足りないぞ。ダディ、マミーって何歳なの。こっそり教えてあげよう。うわ、そうなの。まあ、キャンドルは3本だけで大丈夫だろ。マミーピックのバースデーケーキも完成です。やったあとはリビングの飾り付けをしないとな。マミー楽しい。ああ、それがね、のんびりするのも飽きちゃって。それじゃあ、お庭ちょっとお散歩してきたらどうかな。お散歩しなきゃダメ。ダメ。じゃあね、マミ、お散歩楽しんできて。いいよって言うまで戻ってこないでね。誕生日って大変なのよね。ダディ、ペッパ、ジョージがリビングを飾り付けます。楽しいね。グランマピックとグランパピックがお祝いにやってきました。お誕生日おめでとう、マミーピッグ。中に入らないの。入れないんです。ペッパたちが私に内緒で何か用意してくれてるの。まあ楽しみね。それじゃあ後で。はい。マミー、もう家の中に入りたい。入りたいわ。じゃあ目をつぶって。まだ開けちゃダメだからね。ワン、ツー、スリー。さあ目を開けて。お誕生日おめでとう、マミピグ。なんて素敵なサプライズなの。さあキャンドルを吹き消して願い事をしてね。マミマミ、プレゼント開けて。ねえ、なんだと思う。さあ、何かしら。早く開けてみて。まあ、なんて素敵なワンピース。うわあ、とっても綺麗だよ、マミー。それを着ていく場所も用意してあるよ。これは何。お芝居のチケットだよ、今夜の。ありがとう。マミーピックはお芝居が大好きなのです。子供たちはグランマとわしが見てるから安心して行っておいで。うわー、ほんと最高のお誕生日。私は世界で一番ハッピーなマミーだわ。それに世界一綺麗だ。しゃっくり。ペッパとジョージとダディとマミーが朝ごはんを食べています。外はとってもいいお天気。ペッパとジョージは早くお庭で遊びたくてたまりません。マミ
お外に遊びに行ってもいい？朝ごはんを食べ終わったら遊びに行ってもいいわよ。ジョージ、そんなに急いで飲んじゃダメだよ。急いでジュースを飲んだジョージ、突然しゃっくりが出て止まらなくなりました。マミー、遊びに行ってもいい？ジョージのしゃっくりが止まったらね。しゃっくりならもう止まってるよ。そうでしょ、ジョージ。まあいいわ、遊びに行ってもいいけど、ジョージをよく見ててね。ペッパとジョージは庭で遊ぶのが大好き。ジョージ、私がボールを投げるからちゃんとキャッチしてね。ジョージ、しゃっくり止めてよ。ジョージ。じゃあ今度はジョージが投げて、私がキャッチするね。ジョージ。おやおや、しゃっくりのせいでボール遊びができません。ジョージ、しゃっくり止めてあげようか。私を真似してね。頭を撫でながらお腹をさするの。オッケー、これでしゃっくりが止まるわ。ペッパのやり方ではしゃっくりは止まらないようです。ジョージ、そんなやり方じゃダメだよ。私もっといい止め方知ってる。いい？最初に3回ジャンプするの。片足でね。そしたら腕をバタバタしながら思いっきりベロを出すの。今度は目を閉じて急いでぐるぐる回るの。3回ね。このやり方でもジョージのしゃっくりは止まりませんでした。わかった、しゃっくりを止めたいときはその子をびっくりさせればいいのよ。ジョージ、びっくりさせてあげるね。でも覚えておいて、これはしゃっくりを止めるための遊びだからね。わかった？これは本気じゃないんだからね。ペッパ、ジョージを怖がらせちゃダメでしょう。まだ小さいのよ。ごめんなさい、私ジョージのしゃっくりを止めたかったの。ジョージのしゃっくりが止まりました。ダディピッグがジュースを持ってきてくれました。ジョージ、そんなに急いで飲むとまたしゃっくりが出るわよ。私はジョージよりお姉ちゃんだから、急いで飲んだって大丈夫だもんね。今日は雨、ペッパとジョージは外で遊べません。ダディ、雨が止んだよ。お外で遊んでもいい？はは、いいよ。二人で行っておいで。ペッパはドロンコの水たまりが大好き。ドロンコの水たまり大好き。ペッパー、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。ごめんなさい。
ジョージもドロンコの水たまりが大好き。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。ペッパは弟の面倒を見るのが好きです。ジョージ、他の水たまりを探しに行こう。ペッパとジョージは大はしゃぎ。ペッパは小さい水たまりへ、ジョージは大きい水たまりへ。見てジョージ、とっても大きな水たまりがある。ジョージはペッパより先に飛び込もうとします。待ってジョージ、危なくないか確かめるから。オッケー、入っても大丈夫ね。ごめんねジョージ、でもただの泥んこだよ。ペッパとジョージは泥んこの水たまりが大好き。ねえジョージ、お家に戻ってダディに見せよう。こりゃびっくりだ。ダディダディ、私たち何してたと思う？さあ、なんだろう。テレビを見ていたのかな？違うよダディ。お風呂に入ってきたのかな？違う違う。わかったぞ、ドロンコの水たまりに飛び込んだんだな。そうやダディ、ドロンコの水たまりに飛び込んだの。そうか、二人とも泥だらけだ。あ、大丈夫だよ、ただのドロンコだ。マミーに見つかる前にきれいにしておこうね。ねえダディ、ちゃんときれいにしたらダディとマミーも一緒に遊んでくれる？ああ、一緒にお庭で遊ぼう。ペッパとジョージは長靴を履いています。マミーとダディも長靴を履いています。ペッパはドロンコの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんなドロンコの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。あらダディったら、泥だらけになっちゃった。ただのドロンコだよ。ダイナソーはどこ？ジョージのお気に入りのおもちゃはダイナソー。ダイナソー。ジョージはダイナソーが大好き。ガオダイナソーでペッパを怖がらせることもあります。ガオ、じゃあ怖いよ。夕ご飯の時もジョージの隣にはダイナソー。ちょっと聞いてもいいかしら？今のはジョージ？それともダイナソー？ダイナソー。ジョージはお風呂もダイナソーと一緒に入ります。ガオおやすみペッパ。おやすみマミー。おやすみジョージ。おやすみダイナソー。ガオ。眠る時もジョージはダイナソーと一緒です。ジョージのお気に入りはダイナソーを高く高く放り投げて、えい、落ちてきたところをキャッチする遊びです。えい
ペッパとダディはゲームをしています。ダディ私の勝ち。おお、すごいじゃないかペッパ。ジョージ、ジョージ一体どうしたの？ダイナソー、ジョージダイナソーがいなくなっちゃったの？ジョージはダイナソーをなくしてしまったのです。大丈夫よジョージ、ダイナソーはきっと見つかるわ。となると探偵さんの出番だな。ダディ、探偵さんって何？探偵さんっていうのは人や物を探すのが上手なすごい人なんだよ。私物を探すの上手よ。よし、じゃあペッパが探偵さんだ。ジョージ、私が探偵さんになってダイナソーを見つけてあげるからね。それじゃ探偵さん、まずはジョージに質問をしてみたら？ジョージ、ダイナソーはどこにいるの？ジョージにはそれがわからないのです。どこにいそうか考えるのが探偵さんの役目だよ。わかった、私どこにいるかわかった。ジョージいつもダイナソーと一緒に風呂に入るでしょ？だからきっとダイナソーはこの中よ。お風呂にダイナソーはいません。あれ、わかった、ダイナソーはきっとあそこにいるよ。ジョージはいつもダイナソーと同じベッドで一緒に眠るでしょ？だからきっとこの中にいるわよ。ダイナソーはジョージのベッドにもいません。あれ？それじゃあみんなでお庭を探してみましょう。そうだよ、お庭だ。私もそう言おうと思ってたの。もうダイナソーどこ行っちゃったの？ダイナソーはなかなか見つかりません。はあ、ダイナソーどこにもいないみたい。ジョージ、ダイナソーを放り投げて遊ぶのが好きだろ？じゃあ今日はいつもよりちょっと高く投げちゃったんじゃないのかな？あそこにいた、ダイナソー、私が先に見つけたのよ。よくやったね、ペッパ。ペッパはとてもいい探偵さんだ。ダイナソーゴー。ジョージはダイナソーが戻ってきてとってもご機嫌です。木のそばでダイナソーと遊ぶのはもうやめた方が良さそうだね。ダイナソー、車のお掃除。今日はみんなでドライブに出かけます。みんな準備はいいかな？いいよ。ダディピック、準備 OK よ。でも車は違うみたい。降りて見てごらんなさい。こんなの大したことないよ。中の方がもっと汚い。へへへへ。ダディは困った汚し屋さん。ダディは困った汚し屋さん。このゴミを見て。新聞？ダディのだ。お菓子も。それは私の。ミスターダイナソー、ダイナソーガウ。ドライブの前に車をお掃除しなくちゃ。うん、わかったよマミーピッグ。マミー、お掃除手伝ってもいい？え、もちろんよ。やったダディピッグは洗剤と水を入れたバケツを用意します。ダディピッグが車の屋根を、マミーピッグがボンネットを、ペッパがドアをきれいにします。ジョージは窓を掃除したいのですが手が届きません。まあジョージ、マミーが手伝うわ。おやおや、水たまりにスポンジを落としてしまいました。ジョージ、また車がドロンコになっちゃうよ。ドロンコ洗い流すね。ペッパ、その水は？
ドロンコなんだよ。おやおや、ペッパは車にドロンコの水をかけてしまいました。ああ大丈夫だよ、ホースを使ってドロンコを洗い流そう。わいわい、私がホース持っていい？ペッパがホースを持って、ダディピックが水を出します。水が出ないよ。あ、ペッパやめて。ごめんなさいマミ。あれ、あ、ダディピック、水を止めてちょうだい。あ慌てなくて大丈夫。みんなびしょ濡れです。車は洗えたようだな。私たちまで一緒にね。車を磨いてるから乾かしておいで。じゃあ後でね。ああ後でな。車は顔が映るほどピカピカになりました。面白い顔です。おっと、面白い顔が増えました。ペッパとジョージです。マミーピックも。すごいわ、車がピカピカね。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。乗って、マミーが運転するわ。みんな準備はいいかな？オッケー。それじゃあ出発。今日は車をきれいに使いましょうね。はい、マミーピック。はい、マミーピック。マミー、今度はマミーが車を汚しちゃったね。汚し屋さんだな。マミーは困った汚し屋さん。お片付け。ペッパとジョージが子供部屋で遊んでいます。ジョージ、お人形とダイナソーで遊ぼうよ。ガオ。あれは何？悪いモンスターみたいで怖い。ダイナソー、ガオ。いやー、ダイナソーよ、助けて助けて。ガオ、リビングではダディピックが新聞を、マミーピックが本を読んでいます。助けて助けて。一体何をしてるんだ？助けて助けて。ガー。ペッパー、ジョージ、何をやってるんだ？ずいぶん騒がしいな。助けて。一体何をやっているの？さっきから何の音？何なのこの散らかったお部屋は。おもちゃにつまずいて転んだらどうするの？その通り、おもちゃにつまずいて転んだよ。あらまあ、それは痛かったわね。さあ、二人ともお部屋のお片付けをして。でもマミ、今お人形とダイナソーって遊んでるの。お片付けをしてから遊びなさい。でも散らかしたのはジョージだよ。おや、そうだったのか。じゃあこの可愛いワンピースもジョージのってことだな。違う。ちょっと私も散らかしちゃったかも。じゃあダディはジョージを手伝うから、マミはペッパを手伝って。お片付け競争ね、女の子対男の子。それはいい。どっちが早く片付くかな。行くぞ、よーい、ドン。一歩リードだな。そんなことないもん。ほらね。あれ、なんだろう。テディ、ずっと探してたのよ。ほらペッパ、早くテディをバスケットに入れて。ここね、次はゴホ。片付いた。これは何なんだろう。
ソー。ああ、そうだな、これはダイナソーの本だ。ジョージの飛び出すダイナソーの本です。おこれはティラノサウルスって言うんだよ。ティラノサウルスいいぞジョージ。おお、こっちはブロントサウルスだ。ブロントサウルスそうだよ。そしてこれはトリケラトプスだ。トリケラトプスよく言えたねジョージ。ジョージはダイナソーが大好きです。ダディ、ジョージ、お片付けしてないじゃない。競争に負けちゃうよああ、そうだった、競争だ。さあジョージ、これを本棚にしまってダディ、そっちはお片付け進んでないね。マミーと私の勝ちみたい。いや、勝つのはこっちだよこっちの勝ち。違う、私たちみんなの勝ちよ。見て、すっかり綺麗になってる。やったお部屋はすっきりみんなよくやったなマミー、お部屋のお片付けが終わったから、お人形とダイナソーでまた遊んでもいい？いいわよ、さっきの続きをして遊んだら。やったお人形はどこだろう。ミスターダイナソーはミスキーだ。ゴーダイナソー。あー、ダイナソーよ、助けて助けて。おやおや、また散らかってしまいました。あれあれ、まあ一瞬だけでも片付いたもんな。具合が悪いの。マミーとダディが朝ごはんの用意をしました。おい、朝ごはんだよ。あペッパの顔に赤いポツポツがあります。マミー、私なんだか元気がないの。あら、まあペッパ、具合が悪いみたいね。大丈夫、ドクターベアに電話しよう。はい、ブラウンベア病院です。ペッパの具合が悪いんです。顔に赤いポツポツがあるんです。ではペッパを寝かせて、すぐ見に行きますから。ドクターベアが診察にやってきました。こんにちはペッパ、気分はどうだい？具合が良くないの。舌を出して見せてごらん。大したことはないでしょう、ちょっとポツポツができただけです。私お薬飲むの？ポツポツはすぐに消えるよ。でも少しだけお薬をあげよう。飲めるかな？はい、お願いします。でもあまり美味しいものじゃないよ。お口を開けて。うわ、すっごく苦い。ペッパはちゃんとお薬を飲んで本当にお利口さんだ。しばらく寝かせておいてください。後でまたどんな様子か見に行きます。お友達を呼んでも？もちろん、映らないからお友達を呼んでもいいですよ。それでは。先生、ありがとうございました。マミー、もう落ちてもいい？ペッパ、先生がしばらく寝ていなさいって言ってたでしょ。でも退屈なの。だけど、お友達を呼んでもいいって言ってたわよ。じゃあスージーに来てもらってもいい？羊のスージーは一番のお友達です。スージーのママに電話するわね。めぇ、あら、ペッパのママ、スージーと話をしてもいい？もしもし、スージー。めぇ、もしもし、ペッパ。私、具合が悪いの。顔に赤いプツプツができちゃった。お医者さんに見てもらった？うん、ドクターベアが来てくれたの。具合が悪いけど、お利口さんだって言われたよ。じゃあ本当に病気なの？うん、そう、ごっこじゃないんだよ。だから寝てないといけないの。それでね、ドクターベアがくれたお薬、すっごく苦かったんだ。すぐお見舞いに行くね。ねえ、看護師さんの格好で行くね。スージーがペッパのお見舞いに来ました。スージーは看護師さんのお洋服を着ています。犬のダニーとウサギのレベッカも一緒です。ねえ、こんにちはペッパ。いらっしゃい。ねえ、具合はどう？
私あまり良くないの、スリー。寝てないといけないんだ。どうしたら気分が良くなる？じゃあ、オレンジジュースを持ってきてくれる？わかった。ペッパは楽しんでいるみたいですね。ありがとう、スリー。どう？気分良くなった？ちょっとだけ。ダニー、ママにアイスクリーム食べたいって言ってきてくれる？レベッカ、お庭から綺麗なお花を摘んできてくれる？ドクターベアがペッパの様子を見に来ました。ああ、よかった。看護師さんが先に来ていたのか。患者さんはどうかな？あの、私看護師さんじゃないの。これはごっこなの。そうか。では私が患者さんを見てもいいかな？はい、お願いします。ああ、よかった。すっかりポツポツが消えている。もう治ったよ。でもまだ病気みたい。気分はどう？もう少しベッドで寝てた方がいいみたい。なんだか庭に出てボール遊びをしたくなったな。一緒にやりたい子は？はいはいはい、私も。はっはこれは驚いたな。すっかり元気になったみたいだ。ビーチ。ペッパたちはビーチへやってきました。ペッパとジョージはビーチが大好きです。荷物がいっぱいね。帰るときに忘れないようにしないと。パラソルにビーチバッグ、タオル、バケツにシャベルに水玉のボール。そうね。じゃあまずは日焼け止めのクリームを塗りましょう。日差しが強いので遊ぶ前に日焼け止めを塗ります。ビーチでボールは使えるかな？大丈夫そうだ。二人はこのボールが大好き。ジョージ、ボール投げて、私がキャッチする。ジョージ、キャッチして。おやおや、小さいジョージにはキャッチできません。泣かなくていいよ。二人とも海に入りたいかい？うん、海に入りたい。じゃあ浮き袋をつけて。これでよし。その浮き袋かっこいいぞ、ジャージ。私も私も。よし。これで海に入れる。やったお水冷たい？あったかいよ、ほら。こらこら。ダディピックが先にやったのよ。水のかけっこはもうやめだ。ダディ、私ビーチって大好き。ペッパとジョージはビーチが大好き。みんなビーチが大好きです。ペッパ、ジョージ、バケツとシャベルで遊ぶんでしょ？うん、遊びたい。ダディ、ダディ、お砂にダディを埋めてもいい？あー、そうだな。お願い、ダディ。あー、わかったよ。やった。ペッパとジョージがダディを埋めていきます。こらこら。できた。もう逃げられないよ。頭が熱くなってきたな。帽子を取ってくれ。それなら取ってくださいって言って。ダディの帽子を取ってください。いいですよ、ダディ。これでよし。あー、なんだか眠たくなっちゃったな。ジョージ、砂のお城を作ろうよ。砂のお城を作り始めます。最初にバケツに砂を入れるの。こうやって。そしたらバケツをひっくり返してポンポン。バケツを上げると
ほらできた。砂のお城です。ほらできた。砂のお城がもう一つ。ペッパー、ジョージ、帰る時間よ。忘れ物しないようにね。忘れてるものがないかチェックして。タオル、ビーチバッグ、パラソル、水玉のボール、全部あるよ。何か忘れてる気がするんだけど。そうだわ、帽子を忘れてた。ダディ、ダディを忘れてた。ほんと、ダディを忘れてたわ。え、なんだ。ダディのこと忘れていくとこだったの。でもジョージが覚えてた。ジョージが覚えててくれてよかったよ。ダディ、写真を飾る。マミーピッグが持っているのはペッパとジョージの写真。新しく撮った写真を壁に飾りましょう。ああ、任せて。ダディは DIY の名人なんだぞ。本当に頼んで大丈夫？もちろん。壁に釘を打って写真をかけるだけだろ。お願いね。グランマたちの家に行ってくるから、あとはよろしく。それと散らかさないでね。任せて。じゃあね。行ってらっしゃい。タジ、私たちもお手伝いしていい？じゃあよく見てて、どうやるのか覚えるんだよ。まずはメジャーを取り出す。それと鉛筆。よし、ここに釘を打つとしよう。壁を壊さないでね。今度はハンマーと釘を取り出す。危ないからそこで名人の技を見ていなさい。ダディピックが壁に釘を打ち込みます。壁を壊さないでね。壊すわけないだろう。簡単簡単。おっと、ひびが入っちゃったぞ。壁に大きなひびが入ってしまいました。もうダディ、壁を壊しちゃったじゃない。これくらいわからないよ。写真を飾っちゃえば。ほらね。でもひびが見えてるよダディ。そうだな、一旦釘を抜いてひびを直そう。散らかしちゃダメだよダディ。大丈夫だよペッパー。すぐ抜けるから。うわあ。もうダディ本当に首を壊しちゃったじゃない。マミーに分かっちゃうよね。きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ早く。何をしに行ったんだろう。ダディ、ここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。よし。次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やった。でもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ、もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピックは道具をお片付け。マミー、マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり。何をしていたの？別に何も。確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの？
ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。ああ。いいわ、マミーは名人じゃないけどこれくらいなら簡単。できた。確かに簡単そうだな。ダディがやった時は大変だったのにね。しっ、ペッパー、それは内緒だ。お眠なプリンセス。お休みの時間です。ペッパとジョージはベッドに向かいます。二人ともおやすみなさい。マミ、ダディ。なに、ペッパ。私眠くないの。お話聞きたいな。でもジョージは眠そうだよ。また今度にしよう。ジョージ、お話聞きたいよね。うんって言って。わかったよ。お話をしてあげよう。でも一つだけだぞ。ダディピッグのお話が終わったらちゃんと眠ること、約束よ。約束する。それじゃあ今夜はお眠なプリンセスのお話をしよう。そのお話面白いの？なんだかつまんなそう。そんなことないさ、とっても楽しいぞ。ちっちゃいプリンセスが出てくるお話？ペッパ、聞いてばかりいるとお話が始められないわよ。ごめんなさい、マミ。ダディ、そのお話にちっちゃいプリンセスは出てくる？ああ、小さなプリンセスが出てくるよ。お眠なプリンセス。昔々あるところに小さなプリンセスが住んでいるお城がありました。プリンセスはお眠なプリンセスと呼ばれていました。ダディ、なんでそう呼ばれてたの？それは後でわかるよ。お眠なプリンセスって可愛いの？ああ、とっても可愛らしくて鏡で自分の姿を見るのが好きなんだ。私ってほんと可愛い。お城には他に誰がいるの？ああ、そうだな。お城に一緒に住んでいるのは小さなプリンスとクイーンマミーとキングダディ。その通り、みんなで一緒にお城に住んでるんだよ。キングダディのお腹は大きいの？そんなわけないだろう。キングはかっこいいんだ、ダディみたいに。それからお城のそばにはドラゴンもいる。ダイナソー。あ、ダイナソーか。ああ、そうだった。ドラゴンじゃなくてダイナソーがいるんだ。お城の近くにとても大きくて怖いダイナソーが住んでいる。うわあ、うわあ、うわあ。あらま、ダイナソーはそんなに怖くないんじゃないの、ダディピッグ。ごめんごめん。そうだな、そのダイナソーはとっても優しいんだ。いつも美味しそうに草を食べてる。ダディピッグ。ああ、失礼。ダイナソーになりきってた。ダディ、なんでそのプリンセスはお眠なプリンセスなの？これから話すよ。一日が終わり、日が暮れて、月と星が輝き始めると、みんな眠くなってくる。中でも一番眠そうなのは、このお眠なプリンセスだ。ペッパ、眠くなったのか？眠くないよ。全然眠くないもん。ジョージはどうかしら？ジョージ、起きて。お話、最後まで聞かなくちゃ。ペッパは眠くないようだけど、お眠なプリンセスは眠かった。一日中鏡を見ていたからすっかり疲れてしまったんだ。はあ。ベッドへ連れて行ってあげよう。おやすみ。お眠なプリンセスはとっても眠かったので、すぐにぐっすりと眠り込んでしまいました。素敵なお話ありがとう、キングダディ。どういたしまして、クイーンマミー。プリンスとプリンセスも楽しかったみたいね。
パーティー。ペッパとジョージが仮装パーティーを開きます。お友達も呼んでいます。ペッパは妖精のプリンセスに、ジョージはダイナソーに仮装します。ダイナソー。ペッパの友達、猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。ね、スージーは看護師さんに仮装しています。やあスージー。ねえ、こんにちは。ダディピック、看護師さんがいてくれて助かった。病院から来たんだろ。私本物じゃないの、真似をしてるだけ。そうなのか。おやおや、君たちは誰だい。僕は海賊だよ。こりゃたまげだ。ミャオ。私はモドよ。みんなをカエルに変えちゃうんだから。ねえ、僕はピエロ。面白いピエロだ。で、君は何かな、レベッカ。私は人参。素晴らしいね。さあ入って、妖精のプリンセスとダイナソーがお待ちかねだよ。みんないらっしゃい。こんにちは、ペッパ。こんにちは、スージ。私はプリンセスのペッパよ。お辞儀をしてからお話ししてね。こんにちは、プリンセス。ね、私は看護師のスージ。ではお口を大きく開けて、あーあーねえ、僕はピエロ。じゃあ面白いことして。レベッカ、なんで人参の格好してるの。人参好きだから。ダイナソー。は、怖い怖い、ダイナソーだ。ペッパは鏡を見つめています。鏡よ鏡よ鏡さん、一番美しいのは誰。あなたよ、ペッパ。にゃお。こんにちは、ペッパ。こんにちは、私は妖精のプリンセスよ。私は魔女よ。にゃお。私魔法の杖を持ってるの。私も魔法の杖を持ってる。あなたをカエルに変えちゃうよ。私があなたをカエルに変えちゃうの。ダイナソー。おやおや、ジョージは自分の姿に驚いたようです。もうジョージったら、鏡に自分が映っただけよ。ガオ。それじゃみんな、今日は誰の仮装が一番良かったか決めるわよ。審査員は誰かな。私は今日はペッパのパーティーだから、審査員はペッパにやってもらおう。やった、私が審査員。ダディ、審査員って何。誰の仮装が一番良かったか決める人だよ。わあすごい。ペッパは誰が一番良かったか考えます。スージー、あなたの格好もっとよく見せて。ねえ。私は看護師のスージー。みんなの病気を治すの。とっても素敵よ、スージー。次はダニー。僕は海賊。こりゃあたまげた。次はキャンディ。ミャオ。私は魔女。あなたをカエルに変えちゃうわよ。私は妖精のプリンセス。あなたをカエルに変えちゃうよ。ほらよしなさい。ごめんなさい、マミ。次は誰。僕はピエロ。面白いピエロ。次はレベッカ。私は人参。かわいいね。それから弟のジョージ。怖いダイナソーなんだよね。ガワ。みんなとってもいいと思います。やだ。じゃあ誰が一番か発表して。わかった。えへん。一番良かった人は私。ペッパ、審査員は自分のことは選べないのよ。え、そうなの。もう一度誰が一番か選んで。わかった。一番は人参さん。おめでとう。ありがとう。ペッパは仮装パーティーが大好き。みんな仮装パーティーが大好きです。ペッパとジョージはグランパとグランマのお家に遊びに来ました。グランパ、行くよ。行くぞ。それは何だい。ダイナソー、ゴー。おお、ダイナソーか。グランパ、何してるの。
畑に種を植えているんだよ。種？種って何？種が育つと草や木になるんだ。地面に小さな穴を開けて、そこに種を入れて、上から土をかぶせてお水をあげるんだ。この庭の草や木はみんなこういう小さな種から育ったものなんだよ。あの大きいリンゴの木も？ああ、そうとも。この一粒の種がまずは小さなリンゴの苗木に育つんだよ。こんな風にね。はあ。そしてこの小さな苗木が育って大きなリンゴの木になるんだ。こんな風にね。あ、いった。そしてリンゴの実の中に種ができるんだ。それがリンゴの木になるんだね。その通り。グランパ、グランパ、私も種を植えてみたい。それじゃあこのイチゴの種を植えてみるかい？うん、やってみたい。この種を植えて育てると美味しいイチゴができるんだよ。まずは地面に穴を開けて、そこへ種を入れて、上から土をかぶせる。グランパがお水をあげようか？ダメダメ、私がお水をあげるの。よし、あとはイチゴが育つのを待つだけだ。ペッパとジョージは種が育つのを待っています。でも何にも落ちないね。我慢して待たなくちゃ。ペッパ、育つまでには長い時間がかかるんだ。ペッパ、ジョージ、お家に帰りますよ。まだ種がイチゴになるのを待ってるの。ティータイムに食べたいんだもん。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ、行くわよペッパ。じゃあね、グランパ。じゃあね、イチゴさん。グランパはペッパのイチゴの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にイチゴの苗は大きくなって、ある日グランパは素敵なものを見つけました。イチゴだ。グランパ来たよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえグランパ、私のイチゴ育った？ああ、見てごらん。わあ、イチゴだ。ありがとうグランパ。グランパ、他の種も植えていい？いいとも。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいい？ジョージ、それじゃあ人参は？グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな？やだ。じゃあ何を育てたいんだい？ジョージには育てたいものがありました。ダイナソー。ジョージはダイナソーの木を育てたかったのです。無理だよジョージ、ダイナソーは木にならないんだよ。ダイナソー。歯の妖精。ペッパとジョージが食べているのは二人の大好物、スパゲッティです。大きな音だな。ごちそうさま。ああ、これで少し静かになるわね。なんだろう。それは歯だよ。どこから出てきたの？ペッパ、鏡を見てごらんなさい。ああ私の歯だ。歯が取れちゃった。大丈夫よペッパ、それは乳歯よ。抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。
歯の妖精？そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと、歯の妖精さんが来て。その歯を持って行くの。代わりに綺麗なコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナソー。ダイナソーか。行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ、何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るから。ペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさい。おやすみマミ。おやすみダディ。ああ、二人ともおやすみ。ジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで、一緒に歯の妖精さんを待とうよ。歯の妖精さん、遅いね。はあ。歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さん、まだかな。何の音でしょう。歯の妖精でしょうか。ジョージ、何の音かな。ジョージったら。ジョージのいびきの音でした。疲れて眠ってしまったようです。ジョージは遅くまで起きていられないけど、私は頑張る。歯の妖精さんが来るまで寝ないんだから。絶対に寝ないの。歯の妖精がやってきました。でもペッパは夢の中。こんばんはペッパ。抜けた歯とコインを交換しましょうね。なんて綺麗な歯でしょう。ありがとうペッパ、おやすみなさい。ペッパ、ジョージ、起きて、もう朝よ。私寝てないよ。歯の妖精は来たかい？来ない。枕の下を見てごらん。まあ見てペッパ、歯の妖精さんがコインを置いていってくれたわよ。やったー。ゆうべは寝ちゃったみたいね。ちょっとだけ寝ちゃったかもね。でも次は絶対に寝ないんだから。それで歯の妖精さんに会うんだ。学校のお祭り。今日は学校のお祭りの日です。ペッパは楽しみにしていました。友達の猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカ、ポニーのペドロです。みんなこんにちは。こんにちはペッパ。学校の祭り大好き。私も。何が一番好き？ねえ。フェイスペイント。僕は風船。僕は後ろのトランポリンが一番好きだな。私は全部好き。それは賢い答えだな。じゃあまたねペッパー。あとでね。ジョージ、お前はどれが好きかな。ダイナソーか。あらジョージ、学校のお祭りにダイナソーはいないのよ。じゃあダイナソーの風船を探してみよう。まあダディピック、ダイナソーの風船なんてあるの。ああきっとあるよ。その前にジョージとフェイスペイントに行ってもいい？ああもちろん。ミスラビットがみんなの顔にトラを描いています。できたわよスージー、これでトラさんそっくり。ありがとうミスラビットね。うわぁ、スージーそのお顔いいね。それって子猫ちゃん？違う、私はトラよね。ペッパ、あなたもフェイスペイントしたい？お願いします。ゾウさんがいいな。
困ったわね、ゾウさんは描けないの。トラなら描けるわよ。それじゃあ、トラさんがいい。はい、ペッパ、トラさんになったわよ。私はトラよ。ジョージ、あなたは何になりたい？ダイナソーか。ダイナソー？トラさんがいいんじゃない？トラなら上手よ。私はトラよ。僕だってミャオ。トラはワンワンって言わないよ。なんでわかるの？だってトラは大きな猫だもん。ミャオ。私も猫だからね。キャンディ、トラのこともっと教えてくれない？いいよ。トラってね、ゆっくり静かに歩くの。で、それからジャン！ゴー！ゴー！ゴー！あとね、顔を舐めてきれいにするんだよ。それとトラって、ご機嫌だと喉が鳴るの。楽しんでる？あらま、みんなトラさんなのね。私がみんなにトラのことを教えてるの。ガオトラさんたち、次は何するの？ダイナソー。そうだな、ダイナソーの風船を探しに行こうか。みんなに買ってあげるわね。やったどうもマダムガゼル、みんなに風船をいただけます？いらっしゃい。いろいろあるけど、どれがいい？ゾウさんの風船をお願いします。はい、どうぞ。ペッパ、カンガルーのをください。ライオンをお願いします。お猿さんがいいです。オウムをお願いしますはいはい、どれもありますよいよいよジョージの番だな。すみません、ダイナソーの風船はありますか？どうしましょう、ごめんなさい、ダイナソーの風船はないんですよ。ああ大丈夫だよ、いい考えがある。細長い風船を2つください。みんなよく見てて。ダディピックは何をするのでしょうか？できた。これが何かわかるかな？もしかしてカンガルー？違うよ、これはダイナソー。その通り、ダイナソーだ。風船でダイナソーを作ったのです。ガオー、ダイナソー。次はお城のトランポリンね。ペッパはトランポリンで飛び跳ねるのが大好き。みんなもトランポリンが大好きです。こんなに楽しいお祭りは初めて。新しい車ペッパは家族と一緒に赤い車でドライブに出かけます。屋根を下ろしてもいいかな？いいよ、下ろしてペッパとジョージはこの車が大好き。みんないいかい？はい。よし、出発。この車大好きこの車もみんなが大好きだよ。そうだろ？おやおや、車の調子が良くないようです、どうしたの、ダディ？それがわからないんだ。ダニーのおじいちゃんの工場に持って行きましょう。きっと直してくれる。いい考えだね、マミビッグ。車の整備工場をやっているダニーのおじいちゃんはどんな車も直せます。どうしたんだい、ダディピッグ。車の調子が悪いみたいだね。ダニーのおじいちゃん、直してもらえますか？ああ、だけど今日一日かかりそうだ。みんなでドライブに行こうと思ってたのに。大丈夫、直るまでこの新しい車を貸すよ。ありがとう、助かります。屋根は下ろしていいかな？お願いします。下ろすときはこの赤いボタンを押すだけだ。なんてすごい車でしょう。戻ってくるまでにはちゃんと直しといてあげるよ。ありがとう、ダニーのおじいちゃん。行ってきます。行ってきます。バイバイ。行っといで。
ペッパたちは新しい車が気に入りました。この車たくさんボタンがついてるぞ。ねえタディ、緑色のボタンは何？押してみよう。すごい魔法の窓だ。タディ、今度は魔法の窓を避けてみて。青いボタンを押したらどうなるの？どうだろうな。押してみよう。新しい車は楽しい。これもらえるの？いいえ、そういうわけにはいかないのよ。これは今日一日借りただけ。そっか。大変、雨が降り出しそうね。そうだね、屋根を上げないと。さてと、屋根を上げるのはこれだったかな。おっと、これじゃなかったか。そうそう、確かこのボタンだ。あー、ダディはびしょ濡れになりました。ダディって、そのボタンじゃないよ。じゃあこっちだ。違った、これじゃない、これかな。あー、助けてくれ。ダディピックはどれが屋根のボタンか忘れてしまったようです。この車に嫌われちゃったかな。赤いボタンを押してみましょう。やったでも、もう雨止んじゃったわね。ねえ、また屋根を開けて。いいよ。どのボタンだったかな。赤いボタン。やったダニーのおじいちゃんが車を直してくれました。車は直ったぞ。やったありがとうございました。お釣りは結構です。ありがとう。気をつけてな。それでは。どうもありがとう。バイバイ。あー、やっぱりうちの車が一番だな。新しい車も好きだったけど、うちの車はもっと好き。この車もみんなが大好きだよ。そうだろピューピュー秋の日。今日はみんなで公園にお出かけ。今日はとっても寒いね。ほんと寒いな。さあ、暖かい服を着ましょう。こんな寒い日は帽子やマフラー、コートの出番です。車の屋根も出さないと。じゃあ暖房も入れましょう。みんな暖かいかな。はい、ダディピーク。じゃあ出発。公園にやってきました。着いたぞ。わーいマミ、どうして葉っぱがみんな赤や黄色なの？秋になったからよ、ペッパ。秋になると外は寒くなって、葉っぱの色が変わるのです。ねえ、今日は風が強いな。体を動かして温まろう。私の番。ああ、そっちに行くはずじゃなかったのに。風でボールが転がっていきます。ボールが池に落ちちゃった。うん、この枝を使ってボールを取ろう。あともうちょっとよ、ダディ。気をつけてね、ダディピッグ。大丈夫だよ、もうちょっとで届く。ダディ、池のお水は冷たい？まあちょっとね。風がボールを池の外へ運びました。よかったね、ダディ。そうだな、今日はついてるみたいだ。風が強くなってきたわね。しっかり帽子を押さえて。おっと、ジョージの帽子が風に飛ばされました。大丈夫よ、ジョージ、ダディピッグが取ってきてくれるわ。ダディ、急いで。ねえ、じゃあ木に登って取ってこよう。こんな細い木、ダディが登ったら折れちゃうわよ。それじゃあどうやって帽子を取り戻すんだ？簡単よ、ちょっと揺らせばいいのよ。もっと強く揺らさないとダメね。おう、
ひどい目に遭うのはダディだけじゃなかったな。笑い事じゃないわよ。でもちょっと面白いよ、マミン。確かにちょっと面白いわね。ジョージの帽子は？マミンの頭の上。はい、どうぞジョージ。今度はしっかり押さえて。風が木の枝の葉っぱをみんな落としてしまいます。見て見て、私風に寄りかかってるんだよ。強い風がペッパの体を支えてくれます。強い風がジョージの体も支えています。ねえダディもやってみて。いや、ダディは重すぎるよ。早くやってみて。とっても楽しいよ。よし、わかった。なんと強い風はダディの体も支えています。いや、ほんとこれは楽しい。マミーピックも早く一緒にやろう。でもこの風が止んだら倒れちゃうでしょ。この風は急には止まないよ。風が急に止みました。笑い事じゃないよ。あら、ちょっと面白いわよ。ねえ、風が止まったよ。次は何をする？一番好きな遊びは何かな？泥んこの水たまりで飛び跳ねるの。でも水たまりはないみたい。コソコソになった葉っぱばっかり。この落ち葉で何ができるかわかるかな？わかんない。この中で飛び跳ねるんだよ。ダディピンクは落ち葉の中で飛び跳ねるのが好きです。ペッパも落ち葉の中で飛び跳ねるのが大好き。みんな飛び跳ねるのが大好き。こんなに楽しい秋の日は初めて。私の誕生日パーティー。今日はペッパの誕生日です。まだとっても朝早いのですが。私の誕生日。起きて、私のお誕生日よ。お誕生日パーティーをするよ。ダディがマジックのショーをやるの。行こう、ジョージ。マミーとダディを起こさなきゃ。マミーとダディはまだぐっすり眠っています。私のお誕生日よ。起きて。お、なんだ？今何時なの？とっくに朝よ。まだ朝の5時じゃないか。そう、もう今日が始まってるの。わかったわ、お誕生日を始めましょう。やったマミーとダディとジョージからペッパにお誕生日プレゼントです。ハッピーバースデーペッパー。うわ、なんだろう。お人形のドレスだ。デディが着られない。どうもありがとう。どういたしまして。テディが女の子だったとはね。ダディったら、テディは女の子よ。とっても素敵なドレス、ありがとう。どういたしまして。汚しちゃダメだよ。この後何するか知ってる？知ってる。お友達が来てパーティーをするの。ダディがマジックショーをしてくれるの。みんなマジシャンがダディだとは気づかないよ。ダディはマジシャンのアメージングミステリオだ。メージンミステオ。そうだ、アメージングミステリオ。ダディは1週間も前から練習をしてたのよ。お友達が来た。わーい。ペッパのお友達、猫のキャンディ、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。みんないらっしゃい。ハッピーバースデーペッパー。ねえ、ねえ。さあみんな、パーティーの始まりよ。わーい。ダディピンクがマジックショーを始めます。ペッパー、なんていうか覚えてる？皆さんご注目、こちらがマジシャン、アメージングミステリオだ。わかった、ダディ。皆さんご注目、マジックダディです。イエーイ。まずはこのマジックから。アーブラカダーブラ。うわ、テディだ。次のマジックは誰かにお手伝いしてもらいたいんだけど。私。一人だけでいいんだ。お嬢さん、手を貸してもらえますかな。あなたのお名前は？
ねえ、スージーシープです。ではスージー、ここに3つのボールがある。赤と青とそして黄色だ。わかった。この中の1つを選んでくれるかな。私は後ろを向いてるから。わかった。1つ選んだかい。選んだ。アブラカタブラ、君が選んだのは黄色だ。違う。アブラカタブラ青。違う。アブラカタブラ赤。当たり。そう、赤よ。すごい。このマジックダメね。ダディ全部の色言ったでしょ。シッ、ペッパー、誰にも言うなよ。もっとマジックを見たいかな。見たい見たい。目を閉じて。見ちゃダメだぞ。魔法の呪文を唱えよう。アブラカダブラ、アブラカダブラ。では目を開けて。やった、バナナのバースデーケーキだ。キャンドルを吹き消して。イエーイ、ハッピーバースデーペーパー。みんなありがとう。今までで一番素敵なお誕生日。